おいすー、脳筋ハンクです。よろしくお願いいたします。はい、ということで早いんよ、お知らせからキャラ実装が。こんだけね、急に来られたらさ、アコムとかプロミス行く時間なかったんすよ。どこから金借りると思ってるんすか。まあ今回ね、かろうじて知り合いのね、あのぎゅうぎゅうファイナンスっていうところからね、あの10日5割の利息でお金借りてこれたんでね、なんとか課金できましたけども、運営さんもうちょっと早くね、お知らせしましょう。はい、ということで今回はこちらの9ステップアップガチャ引いていきたいと思います。これめちゃくちゃお得なんですよね。 EX ジョブ化の素材もいっぱい手に入って、キャラのかけらもいっぱい手に入る、ついでにキャラも狙っていける、一石三鳥ですね。まあ最近ガチャ運がいいんで、ビネラのねクリスマスバージョン当たると思うんすよ。でも一枠がね、あのかけらで埋まってしまってるんで、出にくいっちゃ出にくいんですけどね。なんかツイッターとかの話聞いてると、こっから出ましたっていう報告が結構ありましたんでね、まあ俺もその流れにね乗っていきたいと思います。それでは行きましょう、レディゴー。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まずは10連目。花がもらえますね。実質無料でしょうか。いきます。ここで決めたらね、いいんですけどね、早めにキャラをゲットして、もうすべての欠片をね、クリスマスビネラを狙っていくと。そうすると貫突が見えてくる。来ました。これでいきましょう。よしよし、いいですよ。あれが変わったらチャンスありますからね。おそらく他は全部変わらないと思いますんで、トップまで飛ばしていきましょう。いやー楽しみだな。あのイラストがね、本当に可愛すぎる。ギルドバトルとか、まあ、今回の、もうほとんどのね、まあ、人権キャラになるんじゃないですかね。まあ、打撃の時代がね、来ると思いますんでね。行きましょう。まあ、出だしはこんなもんですよ。はい、じゃあ20連目引いていきましょう。ここからは、キャラのユニットのかけらが一枠を埋めてくるということですんで、ちょっと狙いにくいかもしれませんけども、大丈夫でしょう。行きます。もしね、かけらがね、手に入るんだったら、やっぱりクリスマスビネラ欲しいですよね。いいよこれ、金色の方からキャラ飛びましたからね。あ、来たかもしれん。来たかもしれん、これ。よしよしよし。あー、いいよ。俺、マシュリの方欲しいんですよね。ラマダがね、キャラ持ってないんですよね、こう見えて。マシュリが、去年の冬にね、3突ぐらいで終わってしまったんですよね。だからね、マッシュリーも今回のやつで貫突していきたいですよね。うわー、これ楽しみだな。これどっち出る？これ演出が起きたらビネラかラマダどっちかなんですよね。いきます。くっそー、まさかあそこでマッシュリーか。今年一番悔しい。まあ UR のキャラがね、まあ出ただけでも全然 OK ですよね。まだまだ余裕ありますから。はい、30連目引いていきましょう。ここ無料で引けるんですよね。無料ということは有料ですね。いきます。頼む、もう一回黄色の方来てくれ。まあまあ白い本なら大丈夫かな。さあ、でもこの演出の場合はどうなんでしょうかね。出ないのかな。ああ、なるほどね。その時はかけらが一番上に来るということなんですね。CV ですね。さあ、ということは、9個目のクリスタルが変わらなかったらキャラはないということか。そういうことなのね。まあ、ここでね、ビネラ当てといたら、まあ、無料ですからね。そっち行く？ 40 連目、行きます。ここでは花が2つ手に入るんで、無料ですね。むしろプラスで帰ってくる感じじゃないでしょうか。行きましょう。金色の本が来たら、おそらく、まあ、ビジョンカードとか、キャラが確定ということなんですよね。白い本だった場合、こっからでも出るんかな？はいはい、虹に変わりました。あー、トップに来るんか。でもまだ湧かないよね、これね。あそこの金色のクリスタルが怪しいですね。頼むぞ。はい。あー、ラマダ違う。もうそれだったらここ、ビネラを頼む！ラマダ得て。
いや、ガチャン悪すぎやろ。マッシュリー出たけどさ、あれかけらに変わってるから、実質今までラマだかマッシュリーのかけらしか手に入ってないからね。まだこの新キャラのビネラ一回も拝んでないからね。大丈夫かこれ。もう引き返すことはないから進むしかないんすけどね。 Going my way。 うわー、白い本か。あ、でもキャラのクリスタルは飛んでる。え、よっしゃ、来た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 。いやー、待ってました、この演出。なんていうんすか、こう付き合ってる人の浮気現場を見つけてしまうぐらいの確率じゃないでしょうか。よしよし、マーシュリーよ。全然ビネラのかけら持ってないけどね。ここで当たるだろ。来たぞこれ。いやー、これはワクワクしますね。もう変わること決まってますからね。まずワンタップしまして、いきます、エース頼むぞ、来い。よし来た、よし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 、来たー。ん、終わったわこれ。もう出ないやろ。運使い果たした。俺のクリスマスここで終わりや。まさかな、まだ出るとはね。あはは、悔しい。今年一番悔しいわ。俺の喜びを返してくれ。まあ、行くか。まだチャンスありますからね。はい、ここ無料ですから。ちゃんとした無料ですよ。頼むぞ、キャラのクリスタルを。あー、そうなるかー。ないな、これはないということですよね。あ、でもこれ一発目変わる可能性はないっすね。うわー、もうやばいわこれ。全然ビネラ出てない。入ってないんじゃないかこれ。あ、不具合か。不具合の可能性あるなこれ。不具合だったらしょうがないけどな。まあ、ここでね、出てくれたらいいんすよね。はい、いつになったら出るんや。うんこうんこうんえうんこ、入ってるのか本当に上さんよ。まあさっきね、乱数調整でノーマルガチャ回したら1個出たんだけどね。さあ行きましょうか。頼むぞ。ここで花が3つ手に入るんでめっちゃ、あ、聞いた。頼むぞ、キャラの方を。よっしゃ、来た。あー、来ましたわ。もう来るだろここで。さすがにもうラマダではないよね。もうマッシュリーとラマダは手に入りました。ということは、もう残ってるのはビネラしかないからね。決定でしょう、これ。100% です。あ、え？あ、え？そこも変わる？え？ 2 枚抜き？来ましたわ。行きましょう。あの、さあ、行くぞ。もう一個変わるってことですよね、これ。よし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 、行くぞ、頼むぞ。エース来たら決定だ。頼む、お前やっか。もうダメだ、おしまいだ。絶対引けねえわこれ。借金もすごいことなってきたし、このままでは年を越すことができない。さっきの演出良かったんやけどね。今年で一番悔しいわ。さあ行くぞ、まだチャンスはあるからね。あ、来たー、チャンスあるぞ。キャラのクリスタル頼むぞ。ん？何？どういうこと？キャラあるよね？クリスタルあるよね？おっと？黄色の本だったんだけど、あれ？そういうパターンもあんの？え？思わせぶり？どっか変わるか？もしかしてあのビジョンカードが変わったりするんか？変わらんのかーい。出たー。いやいや、今更やで。今更出たところで、次で終わるからね。今回の9ステップアップ、もうラマダのためにあったようなもんですよね。いやー、ひどかったな、今回。まあ、最後残ってますからね。ここで決めれば問題ないですよ。俺結構最後にね、出せることありますから。金色の本頼むぞ。消えたー。頼むぞ。え、やめて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 、そういうのじゃないよ。求めてるのはそういうのじゃない。あ、出たー。あ、でもわからんな、あれ。あの金色の
キャラのクリスタル。いや、変わるかもしれんよね、これ。あるよ、これ。あるある。変わらんよね、この辺はね。いや、これ変わるやろ。だって、黄色の本やったからさ。間違いないやろ、これ。行きましょう。いらなー